今回のストレッチは1種目で全身に効く効率的筋トレメニュー考案家のタートルです。今日も運動めんどくさいなぁ、いつも見てるだけになってしまう、そういった方にぴったりなシャチホコを紹介します。このメニューのいいところが、弱い筋肉が鍛えられて使いすぎてる筋肉が伸びるんです。効果的なメニュー紹介した後にシャチホコやっていきましょう。スマホ顔の前に置いてやっていきましょう。体幹にスイッチを入れましょう。お腹を引っ込めながら息を長く吐いてください。ふーっと息を吐きながらどんどんお腹を引っ込めてください。お尻を少し締める意識をするとお腹引っ込みやすくなります。やっぱり立ってる時はちゃんとお腹を引っ込めて、体を少し上に伸ばして肩を落とした姿勢、これが大事です。一瞬で吸ったら息を長く吐いてください。その調子、はい、 OK です。今度はお腹を今みたいに息吐きながら左右に体を倒してみましょう。腹斜筋を鍛えていきます。ふーっと息吐きながら、ふーで戻ったら吸う、ふーで吸う。正直これだけでも上手にできれば腹筋よりもお腹へっこむからね、マジで。ふーっと真横、ちゃんと腹斜筋が伸びてるちょうどいい位置がありますからね。よーし、 OK。 じゃあ今度は手は頭の後ろ、背中とお腹を丸めながら、ふー、息吐いて戻ったら吸う、ふー、吸う。背中を丸めながら寝っ転がって腹筋をやってる感じで、しっかりね、起き上がったら脇を開いて、脇を開いて胸のストレッチ。胸の筋肉が硬いと肩甲骨も寄らなくなりますから、痩せ筋がね、使われなくなります。よーし、 OK。 今度はこのまま手を左右に倒して、呼吸を同時に使いながらやってみましょう。呼吸が正直一番大事。息吐きながらお腹ぺったんこにして腹斜筋を伸ばす。最後のシャチホコ、それまでに体幹のスイッチ入れときましょう。体幹使う意識が入らないとメニューどれも効きませんからね。よし、 OK。 じゃあ四つん這いになりましょう。この状態で腰を丸めながらお尻を動かす。今やった分と一緒、お腹と背中を丸めて戻る、ふーっと息吐きながら戻ったら吸う。お腹をどんどん引っ込めるよ。これで反り腰が解消できるから、お腹のへこんだ姿勢が作れる。この次にシャチホコやっていくよ。よーし、 OK。 それではシャチホコいきます。シャチホコは片足を曲げた状態でお尻を下げて前に伸びる。手の位置はね、ちょっと前に調整して、片方膝曲げたまま、ここで上体を反らす。片足上げたまんまですよ。これで弱い筋肉が鍛えられて、使いすぎてる筋肉が伸びる。膝がつかないように頑張ってみて。そうそう、その調子。腹筋使って、お尻使ったまま。よーし、OK。ベリーグッドよ。その調子。反対足も行ってみよう。足をね、つま先じゃなくて寝かしといてね、この方がバランスがいいから。足を上げたまま
くよ。膝がつかないように頑張ってみて。床に膝がつかないように、腰をしっかり丸めてね。片足持ち上げてるだけでね、腰、お尻、もも裏が鍛えられるからね。全身のストレッチにいいよこれは。よーし、オッケー。はい、じゃあ今度足開きましょう。今使った筋肉最後に伸ばします。交互に前屈、息を吐きながら行こうね。お腹引っ込めて、つま先をしっかり上げて、息を吐きながら、はぁ、ため息つきながらやる感じ。はぁ、楽に体を倒してみて。力をペタッと抜く感じ。あと少しで終わるよ。 OK。 今回のシャチホコ、朝晩1回やってみて、これだけで全身リセットされて弱い筋肉鍛えられるから、マジで痩せ効果すごいあるんで、いろんなメニューやるの面倒だよって方にはぴったり。やってみたよって方はグッドボタンとコメントで感想教えて。もう1本ぐらい頑張れそうだよっていう人は、おすすめの動画か関連の動画どっちか1本頑張ってみて。登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。